クロを倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航する。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは固くなに拒否する。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ、この船をもらう。守り抜くぞ、この船は俺たちのレストランだ。なんだ、何が起きた。ドンクリーク、本船は切られました。切られた、切られただと。そんなバカな話があるか。まさかあれが。高野め、なんで俺たちを狙う。暇つぶし。ふざけやがって。野郎ども、奴に構うな。さっさと海上レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。おっさん、あいつら追い払ったら俺、雑用やめていいか。いいぞ、店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前のクソどもを片付けねえとな。だがコックと侮る奴は端から下ろしてやるよ。コックは手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくる奴は残らずこの足で仕留めてやるよ。さっさと制圧しねえか。続け、野郎どもは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。なめてかかって釣りが来る。
あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラインを目指す。ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。なんか言ったか小僧、遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ。この店はクソジジイの宝だ、絶対に渡さねえ。あいつらとは短い付き合いだったけど楽しかったな。見せてやるよ、三刀流の極意をな。さあ小僧、行ってみろ。てめえと俺とどっちが海賊王の器だ。これ、お前は無理。ただの虫けらというわけでもねえらしい。となればそれなりの準備がある。こんな毒ガス弾を使ってもな。止めないとまずいぞ。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。鷹の目、こんなに早く会えるか正直考えてなかったぞ。これでは暇つぶしにもならん。小僧、何を目指す？最強、暇なんだろう。勝負しようぜ。なことがあるか。こんなに遠いはずはねえ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。今度は小僧、名乗ってみよ。ロロノアキゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。ストリュー奥義三分世界。負けた。叶わねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は
剣士の恥だ。見事。ドロー！若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ！我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロロノア。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける斧が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ドロノア。ゾロ、ルフィ、聞こえるか。ああ不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいのだ、お前たちとは。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。そんな邪魔が入ったか。大したことはねえ。野郎ども、気にせず船を乗っ取れ。Yeah!
潮時かな。お宝と船をもらって退散しよっと。いいやつらだったな。今度会ったらまた仲間に入れてくれるかな。また会えるかな。早く自由になりたいよ、ベルメールさ。おい、ナミがメリーゴーに乗ってどっか行っちまったぞ。頭にねえ貴様は猿同然。すげえ、猿を舐めると引っかくぞ。正直に相手をしてやる必要もない。ゴゴゴの行儀は悪いな。山物はもう出てこれねえ。さっさと会場レストランを奪え。何か仕掛けてくる気か。その前に潰してやる。サンジ、お前なんでそんなにこの店を守りてんだ。クソジジイから何もかも取り上げちまった男だ。力も夢も取り上げた。客船のコック見習いだった頃、まだ海賊だったジジイに俺は命を救われた。ジジイは俺が同じ夢を持ってたってだけの理由でてめえの足と引き換えに俺を生かしてくれたんだ。たかがガキ一匹生かすためだけにでけえ代償を払ったクソ野郎だ。俺だって死ぬくれえのことしねえとクソジジイに恩返しできねえんだよ。死ぬことは恩返しじゃねえぞ。そんなつもりで助けてくれたんじゃねえ。生かしてもらって死ぬなんて弱えやつのやることだ。おい、おめえらはこのドンクリークに逆らった時点で死ぬことは決まってたんだ。おっしゃっと、学習能力があると聞くが、二度も突っ込んでくるとそれ以下だな。俺は勝利のみを目的とした戦い、手段は何だって構わねえ。
で逃げ切れるか見ものだな。余裕でいられるのも今のうちだ。調子に乗りすぎたみてえだな。ドンクリーク、まさか。やべえ、俺たちごと攻撃する気だ。猛毒ガス弾 MH5。 うわー、巻き添え食って死ぬような間抜けは今後役に立つあてもねえ。あいつ、俺がぶっ飛ばしてやる。バカ、落ち着け。真正面から飛び込めばあいつの思うツボだろ。死ぬぞ。死なねえよ。毒ガス弾が来るぞ。巻き込まれる前に逃げろ。ぶっ飛ばしてやる。バカが、逆上したやつも殺しやすい敵はいねえ。
邪魔だ。ここは俺の死に場所じゃねえ。ゴムゴムのナイフ。よっと。よっと。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか？いや。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんなクソジジイ。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、チビナス。くそ。このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ、連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、風邪ひくなよ。黙って別れるもんだぜ。また会おうぜ、クソ野郎。